もシャープみたいな。なんで本日のシラストはミキサスグリーンアップルのニューマイノーマルにリアクションしていきたいと思います。ボイストレーナーのお知らせです。イエーイ。というわけでですね、こちらのニューマイノーマルは2022年に行われたゼップツアーのファイナル公演の映像でございますね。ちなみに1個前に出てる映像の私は最強、こちらもリアクション動画っていうか、鼻が詰まってんだよ、鼻が詰まってんだよ、おしらさん。何のせいかわかる？植物と植物がさ、イチャ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 イ、結果をさ、こう全日本にこうばらまきやがって、人間様がなんでさ、植物のイチャイチャに巻き込まれてみんな鼻すずって目から涙出して、いやーってあれ以上飲まなきゃいけないんだよーって思った方もいると思いますけど、今日も元気に音楽のレッスンスタート！参ります。2回叩くとさ、神社みたいになっちゃうね。お参りみたいになっちゃうね。合ってんだけどね。やーおこのイントロは気になるでしょ、絶対。もうちょっと覚えてきた、これ。あー、やっぱさ、このイントロ聞くとさ、これさ、フェーズ2スタートの曲なわけじゃんっていう、そういう話がしたい時とさ、うわー、この大森元貴さんの中低音って、まあ、インフェルノとかもそうなんですけど、あー、ずーっとこのビリ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 っていうさ、ビリビリってやつがさ、抜けないっていう話と、大森元貴のこのさ、手の動きのリズムが結構難しいって話、どれが聞きたいですか？もう全部話したいんですけど、私の好みはこの手の動きのリズムが難しいって話かな。ひっかき、ひっかき、うん、ターンのわけで、うん、ターンなんだよ。難しいの分かる？ひっかきキスね。愛して、して、愛してじゃなくて、愛して、しでこの、これハートマーク作ってるわけでしょ？足りない、ないでこれなんかこうやってやってるわけじゃん。でさ、難しいの？この手の動きのタイミングが実は。愛。綺麗よ。このさ、壊せますかだったらさ、まだわかるんですけど、壊せますかって、まあでさ、ヒュンってなんかこう、ヒュンってやってるのわかる？リズム難しいところにさ、なんか手の動き入ってんだよ。綺麗。これむずくない？これはさすがに声に注目せざるを得ません。大森元貴、1番のサビ頭、ドのシャープでございます。ちょっともう一回いくよ、サビ。がさ、まあ、ラフラなわけじゃん。いつもあなたに、あなたに、これなんか3曲目ぐらいだっけ。ぶっ飛んだよね、ここで。地声でくんの、ドのシャープみたいな。そうなんですよ。これちなみに2番以降はここ裏声に切り替わるんですけど、なぜか1番のトップのここだけドのシャープが地声でくんです。ちょっとどういうこと？もう一回いこう。もう一回言ってこうぜ。これどうした？この手もむずい。すごいアングルで広場。これさ、幸せのさ、幸せの歌い方に。できない。幸せ。幸せの、あ、どうやってやってんのこれ。幸せの、あ、何？分かる、言ってる意味。違う、なんかね、ちょできない。あと、えの間で、あってちゃんとアタックつけてるんですけど、ここの音が高すぎて、私はちょっと柔らかいミックスになっちゃう。合わせなっちゃう。ちょっといいか。諦めました。本当にさ、声が抜けないの分かる？声が抜けないって伝わるから。ポピュラーミュージック。って私の声がさ、ちょっと柔らかいスポンジみたいになってたらさ、なんか大森さん、こうなんかバームクーヘンの真ん中にさ、ちょっとなんかダイヤモンド通ってるみたいな。それじゃ食えないんだけどさ。はい。ほら、声がね、すごい芯があるのよ。待って、ここのりょうちゃん可愛いって話していい？何これ。まあ、とかも、シーンが。
これさ、ニューマイノーマルさ、さ、結構さ、大森元貴がさ、女性的な部分とさ、男性的な部分をさ、結構さ、交互にこう乱発してくるんですけど、この今はね、結構だ、いわゆる男性的な感じなの。今は、今は、今は、めっちゃ深いじゃん、これ。今は、あと女性的なとこも出てくるから、ほんと楽しみにしとってくださいませ。今は、わぁ。綺麗な裏声なの、ここは。はい。結構上がるね、足。かっこいい、この森本樹。ヒロパの足見て。結構上がるね。同じことしか言わないけど。待って待って、ギター若いヒロと待って、その前にちょっとさ、この肩の動きをさ、マスターしたいと思ってるんだけどさ、なかなか、じゃあじゃあじゃあこうね、こうよ、こうやってんの、もうさ、うん、はいはい、イエー、待って、オシラがいるのよ、ここら辺に。オシラもいいんだよ、この手のどれか。オシラなの、絶対当日いたから、ここに。これ本当に今更なんだけどさ、このさ、ニューマイノーマルのさ、今のさ、タッ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 ターンのさ、うのさ、決めよくない？これ原曲もこうだっけ？タッ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 ターンじゃなくてさ、タッ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 ターンなの、わかる？パーン。すごい、もう指先がもうフィギュアスケーターみたいな美しさ、フラグ。ごめん、もう一回見ていい？なぜそんなに美しいかってくらい指先まで美しすぎて、当日もね、この動き始まった時ちょっとなんかどよめいたもん、会場。みたいな。みたいな。何その動きみたいな、会場のどよめきがもう。ちょっと待って、稽古。これはさ、すごく男性的なの、すごい。いわゆるね。こっから美しい。いやこれ、歌いながらやってんのよ。本当にね、私この間カラオケ祭典でニューマイノーマルやろうとして最後まで歌いきれなかった、エグすぎて。いつもあなたに伝えたくてってさ、なんかパーってやったらヒュルンってプラーっていかなきゃいけないからさ、一番なんかね、喉が混乱するんだよ、この動き。柔らかいじゃん、ここまた。合わせの愛を、ナイスダンスで、ナイスダンスで。なんかさ、私も最近もそうなんですけどさ、ラスサビでさ、意外に柔らかい声入れてくんだよね。なかなかない感性だと思う。ってみんななってる。なんかさ、どうしてどうしてこれ、どうして、あ
かなきゃいけないってさ、リズムバカむずいとこなんだ、全部シンコペーションしてるバカむずいとこなんだけどさ、なんかさ、これはさ、努力なのかさ、才能なのか、ちょっと私にはもう判断もできないんですけども、やっぱりね、声の自由度の高い歌手っていうのはね、体が凄まじいんですよ。身体能力めちゃくちゃ高いの。それこそさ、アドちゃんとかもそうなんですけど、ライブ行ったことある人わかるけど、凄まじいダンスをしながらさ、あの声出すわけよ。やっぱね、喉の能力と体の能力ってね、ある程度この比例するんじゃないかなって思ってて、サンプル数が少なすぎてわかんないんですけど、そうなんですよ。だから、まどちゃんとかもすごいじゃん。地声と裏声行ったり来たりとかさ、ガナリと普通の声行ったり来たりとかさ、で、大森元貴さんもさ、低い声から高い声までエッジボイスやら何から裏声抜いたり入れたり抜いたり入れたり抜いたり入れたりさ、こうやってさ、こうやってやったりさ、こうやってやったりするじゃないですかって。ここも意味わかんないんだよな。こんなに今の何？手を取ってる実感が欲しいところでね、手をとトゥルルテレレレテレって普通に原曲コーナーですけど、なんか低い方にフェイクでいくんだよね。下潜ったの。最近ミセス結構供給が良くドキュメンタリーが出てたりとか、あとはユートピアライブのさ、あの復活ライブね、の、リアクション動画がさ、出てたりとか、ミセスの、はぁ、もうアリーナツアーまで命を繋げそうでございます。本日もありがとうございましたと思った人は、チャンネル登録といいねして、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。